です。今回なんですけど、今回は明日来るシーズン11のことについて喋っていけたらなと思います。はい、ということで、まず一つ目なんで、今一つ目ってかな、なんですけど、シーズン11のテーマは、未来シリーズらしいです。未来がテーマになってるらしくて、まあ、その、レベル100のエリートの報酬が、なんと M4、待ち望んでいた M4 でございます。はい。で、これなんですけど、サイバーハッカー行動11イベント開催中とか感じなんですけど、無料で金券大量獲得みたいな感じにいっぱいあるんですけども、皆さんね、そんなことより、まあこれなんですけど、これがね、気になってると思うんですけど、こちらですね、シーズン11の開催期間が、シーズン10と同じくちょっと短めのシーズンなんですけど、はい。はい、理由としては、荒野行動では、夏にかなり力を入れており、水着などの人気スキンや、夏休みやお盆にちなんだ大型キラコラボが実装されています。はい。まあ、11が長くなりすぎてしまうと、6月以降のシーズンが、まあ、半端になってしまい、ね、これ、初夏のスキンとか、他のね、スキン実装がかなり、短いスパンとなってしまうから、まあ、今回のちょっとね、短くなってしまうんですけども、はい。はい。シーズン11の開催期間なんですけど、PC の方は、今日14日から6月7日まで。で、スマホ版は明日の16の、6月9日までなんですけども、女性バージョンと男性バージョンがあって、女性バージョンはこちらのなんか、かっこいい左のやつなんですけど、男性バージョンはこの右のちょっとごつい形の未来型なんですけど、はい。で、次なんですけど、こちらですね、ダンボイザー。お、かっこいいですね。なんかマリオみたいだね、顔が。ハテナブロック。女性バージョンと男性バージョンこちらも80なんでね、スキンでございます。次なんですけど、デビル、ごめんなさい、ビデロールフ、これものまたすごいですね。これ次はこれニューロマンサーなんか、これちょっとね、うん、いいですね。オーバードライブですね、これも。はい、これも男性バージョンあります。次、バーチャルメカニック。これも、まあ、なんかあるあるな衣装ですね。無課金で入手なスキン。次は、ニュープロテクヘルメットかな、これ。うん。これ、すごいごっついね、これ。ごっついね、これ。で、次はシーズン報酬で、ファイヤーフライト。ファイヤーフライだ。これも、まあ、服ですね。で、テーマが、ネオン。ネオネオン町かな。で、次はセダンの秩序エリア。これもまたかっこいいですね、これ。次もカートスキンのエレクトクレイジーか。これもかっこいいですね、これ。これですよ、街金の M4 ですね。ソリッドセキュリティ先行版。これですね、M4。これ M4 か、本当にこれ。すごいですね、これ。これ、ついに実装ですね、これ。で、こちらも、これね、ソリッドモビリティとか。あと、MK5 とか、あと、81とか、あと、スカーとか、あと、P90 も、パラシュートもあります。あと、リュック。あと、リュックもあって、あと、アイコンもあります。と、感じなんです。待ち遠しいですが、ぜひね、明日ね、まあ、でも、個人的に言って、今回多分かっこいいんでお得だと思うんで、まあでも課金する価値はありますね。はい。ということで、まあ以上です。